せーの。はい、どうもこちら、クラスです。さーてと、雨なんだけれども、今日もやっていきましょうかね、マインクラフト。でだ、今ちょっと映っちゃったけれど、ここまで、はい、昨日の後の時間とか、まあ夜の間とかをやって、ここまでね、作り上げることができました。自分のうち。そして、こっちのうちもなんか、ここまでできてます。で、問題点発覚。窓をこうやって作ってたんだけど、今とりあえずね、こうやってやってやるんだけど、ガラスがないんだよね。ガラスが。で、まだ家の中も、屋根を張っていないという状態で、もう雨漏りしまくってるんですけど、ガラスがないので、今日はちょっとガラスを作る材料を探すために、砂探し、これをやってこようかなと思います。というわけで今日も一日よろしくお願いします。とりあえずね、荷物持つものは持って、ほんと砂どこにあるのこれ。砂漠でもいいから、あるといいんだけど、で、行商人さんが、まあ操ってきてて、その馬とかもなんかあんな風にあっち行ったり、こっち行ったりとか、バラバラにあるんだよな。まあ何が起きてるんだろう。で、それで昨日ちょっとね、彼、途中で死んでしまってそのままログアウトしてたみたい で、彼の荷物が、まあ、この、ね、この水の中に散乱していたんで、拾えるものは拾って、チェストに入れておきました。はい。というわけで、さあ行こう。一応、地図をね、見ながら行くよ。とりあえずね、こっちまっすぐ行ってみようかなと思う。本当は、こっち方面まっすぐ行った方が地図的には分かりやすい。まあ、いやいや、とにかく行けるだけ行ってみよう。砂漠探し。砂探し。で、今が昼間なのか夜なのかもよく分からない。あ、そっか、座標メモってきゃよかった。で、こんなこと言ってる前に、ここ、なんかもう砂見っけちゃった。え？砂発見しました。砂がないから砂探して砂漠行こうなんて言ってたけど、そんなことやる前にもう砂発見だよ。何やってんだろう一体。ちょっと待って。あら？何をやってんの本当に。砂を探しに行くの。砂って見つかっちゃったし、ちょっと、なんかちょっとどうすればいいんだ。どうしよう。マジでどうしよう。砂探しに、ちょっとパニックってるんです。はい、砂漠探し終了。ここちょっと埋めとかないと気持ち悪いな。砂漠探しに行くとか言いつつ、まだ夜じゃないのね。で、どっちから来たっけ？こっちから来た。こっち。まあ、いや、もうちょっと行けるところまで行ってみるか。向こう。あれ？こっち？こっちだ。はい、こっち。はい。危なかった。方向間違えた。行けるとこまで行って、まあ、この地図の、あんなとこにも砂があるし。何やってんだろう。ほんとマジで何やってんだろう。この地図のね、端っこまで行きたいな
いいか、こんなもんで。ここでちょっと方向変えて、こっち行こう。砂漠探すとか言いつつこんな展開になるとは思ってもいませんでした。でそろそろ夜かな。晴れて。え、こっち？こっちだな。オッケー。うん、ついでにこう村とかさ見つかってくれるとまた新たな別の展開ができるんじゃないかななんて思ったり、なんか。あれは、あれですよ、あれ。ゾンビ村ね。うん。ゾンビ村の近くに別の村発見とか、そういう展開があったり、砂漠がありましたとか、あるといいんだけど、なんか、向こうにちょっと砂っぽいのは、違う。砂っぽいのだと砂漠っぽいかなと思ったら違った。あれ蜂か。いや今のところ何にもないっすね。マジで何にもないっすね。俺は困ったぞ。まあとにかくこれでガラス作れるようになったってことでいいか。蜂が多いな。正直蜂をね、今まで見つけることができていなかったんで、だって蜂があるっていうだけでも自分的には嬉しいものがあって、蜂は結局何に使うんだろう。はい、何もなし。こっち行こう。蜂についても誰かのいろいろ教えてくださいまし。なんもないぞ。蜂に襲われるってないよね。やばい、こういうことになると思いもしなかった。もう自分の計画としては、おう、砂漠見つけた万歳っていう展開を考えてたんだけど、砂漠見つけた万歳じゃないよ。けど砂はゲットしました。はい。村見つけた万歳もないし、どうしよう。帰るしかない。まあ、あれがあれは、あれですよ。うん、これは、村っつうか、村じゃないんだよ。ゾンビ村なんだよね。こういうあたり、ちょっと、いつかライブを使ってみんなと攻略していきたい。いいなーっていうか、ゾンビ村こんなに、こんなに向こう。あれ？やばくね、あれ。襲撃者の落ちてる。襲撃者の基地発見。ちーっとやばいっす。あんな近くにあるって。一人で攻略できる自信はない。うん、まずない。で、思った以上にゾンビ村もでかかった。あ、ベッドこういうところも回収してけばよかったな。やっぱり襲撃者たちに襲われて村人たちがみんな死んじゃった村なのかな、ここ。そういう設定なんでしょうかね。使えるものはいろいろありそう。それで今ふと思ったんだけど、位置的には、はい、ここまっすぐ向こうに行くとここだな。はい、
ダメでした。それでも座標は覚えておこう。504。504ね。504。ちょっと、帰って向こう側から掘ってみよう。504。504つったら大体どのあたり？こっちに行くと絶対我々の家があります。ほらあった。それで504、結構ここか、ここか、まあいつかつなげるということで、松明作ってこよう。つながるかな、つなげたい、つなげたい。なんか行ったり来たりが道があると楽になると思うんで、ちょっと待って、もうね、実はここの石炭もの、石炭が全然ないんだよ。石炭作っての、まあ、これぐらいあればいいか。これぐらいあればちょっと、よし、行くっす。ここね、この穴ね、行ってみようじゃありませんか。多分高さが合ってないと思うから、どっからこうどこかでこう落ちるとか、どこかで、上にあるとかね、そういう展開になるんじゃないかなっていう気もするんだけど、行こう。これぶつかったら OK。 はい、つながった OK。 結構高さ違う。とにかくつながったってことで帰ろう。ゾンビ村までつなげることに成功いたしました。で、今夜っぽいんで、ここで寝ちゃおう。あれ？はい。あれ？こっちか。まあ、というわけで、一応砂ゲットしたので、これで、ガラスが作れるっつうことで、ガラス作りやりましょうかね。あと屋根を張ったりとか、ガラス焼いてる間に、どうしよう。屋根を、まあ、ゆっくりやろう。で、当たった。これを、ガラス板ができたんで。こんな風にね、貼っていって、窓をちゃんとね、作り込もうかと思うっす。最初さ、このフェンスでもいいかなって思ったんだけど、やっぱフェンスでやってるなんかすごい変な感じ、あ、もう終わっちゃった。はい、というわけで、まあ中途半端ですけれども、ガラス
作って窓を張るっていうところまでは今回やりました。で、畑もね、夜の間に少し拡大させた、こんな感じになってます。うん、やっぱりあと他にもね、みんなのお家とかをね、超来てるな、よいしょ、作り込んだりしていきたいな、もっともっと村を広げていきたいなって思っております。はい、というわけで、まあ今回はこんなところで一旦終わりにします。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイっす。